はい、お願いします。はい、お願いします、はい、教えてドクター健康診断、はい、2回目、第2回目になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず前回、健康診断の簡単な見方をお話ししましたけどね、 あまりにも唐突に前回始まったもんですから今回はちょっととりあえずあの健康診断の簡単なちょっと基礎知識みたいなものを先にあの私の方からお話をしたいと思います、うん、ちょっとこれね見えるかな、あの検診って言ってもこう2つ字があるんですね。健康の検とあと検査の検とね2つあって、これあのね、あのどういう違いがあるかっていうのをちょっとまずお話ししたいと思います。まあこの方がいいね、話したいと思います。でごめんなさいね、あのこれ、あこれちょっと見づらいですね。これ健康の方の検診ですね。まあこれはあのもともとは健康診断とか健康審査っていうんですけども、まあ、健康であるかどうかを評価すると。でまあとにかくあの何らかの病気がないかどうかっていうのを調べるのが目的のものになりますね。でこれが健診っていうもので、今あのまあ皆さんが受けられるものとしてはここに書いてあるようなね、例えばこの職場の健診ですとか学校健診っていうのもありますね。それから乳幼児健診で、こういったものっていうのは法律で一応決められた検診なんですね。例えば職場検診、皆さんよく受けるあの会社なんかで受ける検診は労働安全衛生法っていう法律で決められてる検診と、あと学校保健法とか母子保健法で決められた検診が、まあ、日本にはいくつかあります。あと特定検診っていうのが CM でねよくやってますけどね、これは一応あの公的な医療保険、妊婦検診入ってない。あ、妊婦検診のほらね、母子保健法。そうか、すいません、妊婦検診というのも大事な検診ですね。え、それは失礼しました。はい、まあ、特定検診というのはあと、まあ、公的な医療保険ですね、国民健康保険とか、まあ、健保組合の保険がの中での制度として受けられるのが、まあ、特定検診というので、うん、こういうのは、まあ、生活習慣病とかですね、うん、検診とかメタボ検診というふうに言われています。まあ、こういうのは健康であるかどうか、なんか病気がないかどうかっていうのを調べる、これがまあ健康の診断の方の検診なんですね。で一方それとは対して今度もう一つのこの検査の検診ってなんですね、うん、こちらの方は何かと言いますと、こちらですね、これが特定の病気、ちょっと見づらい、大丈夫かな、これかね、うん、特定の病気に対する検査、うん、まあ主にこの検査ということが大事になるんですね、うん、特定の病気を早期に発見しましょう。例えば具体的に言うと、まあ、上からがん検診であったり、結核検診であったり、骨粗鬆症の検診であったり、その他もろもろということになります。こういうのはあの一応自治体が、まあ、市町村がね、主体となってやっているもので、まあ、いろいろそういった、があの病気を早く発見しましょうと、いろんな特定の病気を発見しましょうという一応対策をして、まあ、対策型検診なんていうふうに言ったりするんですけども、まあこういったあの、まあ、検診というのは、まあ、あの時代としてね2つあって、でまあ、今日はちょっと主にねがん検診のことを少しお話ししていこうと思います。でちなみに一つは人間ドックってありますけどね、まあ、これはまあ今まで あの検診とはちょっと違ってですね、まあ、完全にあの医療機関がまあ独自に提供するいろんなあの検診、健康の診断の検診、検査の検診の、まあ、いろんなセット、ね、これはもう お金を払えば払っただけ何から何まで検査が、ただし全て自費と、今までの健康審査あるいは、検診ですね、これはまあ一応自治体の補助とか出ますけど、これは完全にご自分でお金払って、やりましょう。だから MRI とかね、あと最近あの白い巨頭でね話題になったペット検査とかも、人間のところに入ってたりするものもありますね。でまあ今日はあのがん検診のことについてねお話しします。で、まあ、あのがんの早期発見というのは目的で、一応がんで亡くなる方をできるだけ減らしていきましょう、がんの死亡率を減らすっていうことが一応目的となっています。で今日本でね一応受けられるのは、まあ、厚生労働省がね指針を出しておりまして、見えますかね、これ胃がんですね、それから大腸がん、あと乳がん、子宮頸がんで、あと肺がんと、この5つが一応厚生労働省が指針を出してまして、各自治体でやっていきましょうと、まあ、
その他ね、市町村によっては前立腺がん検診だったり、うん、まあ、肝炎検診、まあ、これはなんかがんとはちょっと関係なさそうですが、うん、一応肝炎が、がんに関わってくるところもあるので、うん、肝炎検診というのも行われていますね。一応念のために言っておきます。これはあくまでも症状がない人のための検診です。何か症状がある場合はもうこれはこの検診、がん検診を受けるんじゃなくて、ちゃんと皆さんの持っている保険証で病院を受診して検査を受けてほしいと思います。というわけで今日はその各種検診のことについて少しお話ししていきたいと思いますけども、ここから先はじゃあ、まあれですね、じゃあペッパー先生の方から子宮頸がんいいですか、はい、まあ、子宮頸がんのことをちょっとお話ししたいと思う、はい、これ結構大事なお話ですから、はい、ちょっとじゃあちょっとこれ持ってください。あ、はい、ちょっと子宮頸がんね、まず子宮っていう臓器を絵を見てもらいたいんですけども、見えますかね、子宮の、まあ、女性の臓器には子宮と卵巣、卵管というのがありますけども、この下の膣の方から来て一番近いところにあるのが子宮頸部です。頸部ですね。でここに、まあ、子宮頸がんができやすい場所なんですけども、ここの細胞を取って検査するのが子宮頸がん検査になります。なんだろう、膣から一番近いところにありますので、検査としては非常に取りやすい場所にあります。で性交渉の経験がある方であれば検査はね、全く問題なく行うことができます。で、子宮頸がんの特徴と、頸がん検診の、ね、特徴としては、もう子宮頸がんになる前の段階で、診断することができます。異形成っていうんですけども、なのでまあ、全然ね検診を受けてないってことない状態ですと、もう気づいたらねもうがんが進んじゃってっていうことがありえるんですが、まあ、大体どこの自治体も20歳から子宮頸がん検診を受けることができますけども、そういった検診を普段から受けていただければ、もうがんになる手前の状態で診断がつくので、それでね命を落とすことはないかなと。と思います。ただやっぱりこの場所が場所だけにね、皆さん抵抗がある。で結構多いのはその、まあ、皆さん婦人科ね、やっぱ妊娠とかそういうことがないと来ないんですよね。だから妊娠して受診されたらね、同時に頸がんとかね、異形成が分かるっていうことも少なくありません。で一つちょっと今日お話ししておきたいのが、その子宮頸がんの原因として皆さん聞いたことがあるかもしれませんけど、HPV ウイルスというのがね、ヒトパピローマウイルスか、HPV というのがすごく注目されています。で、それに対するは、そうそう、ごめんなさい。それでね、HPV っていうね、ウイルスは、性交渉によって、女性の膣の中ね、子宮のところに持ち込まれる。うん、書いてある？あ、そうですね。性交渉によって感染するものです。はい、まあ、ただ性交渉の経験がある女性の8割はこのウイルスがね、一度は体の中に入ってくると言われています。でもほとんどは免疫作用で体の外にウイルスは出てってしまうんですけども、その中でも、はい、ここにハイリスクって書いてありますけども、ハイリスクのウイルスが体の中に入ってきて、その子宮の入り口にずっと居続けると、まあ、細胞の形が悪くなってきて子宮頸がん、将来的に子宮頸がんがねできてくるっていうふうに言われています。これを防ぐためのね、ワクチンというのが、作られて、接種をすることができるようになっています。で、HPV ワクチンっていうと、副反応のことをね、聞いたことがある方がいるんじゃないかと思います。その副反応が、まあ、ちょっと話題になる前は、女子学生ね、中1から高1までのお子さんに、国がですね HPV ワクチンを打ちましょうということで、接種を推奨していました。まあ、こちらは現在も公費で受けることができます。だから無料で HPV ワクチンを受けることができてはいるんですが、現在厚生労働省の方が推奨を取り消す、推奨しないという状態をしているために、まあ、接種率がすごく下がってしまった。厚生労働省が推奨を接種しているときは、まあ、8割、
9割近い接種率があったんですけども、今では 1% 未満まで、接種率が落ち込んでしまっています。でそのためにこれ今後ですね、日本で子宮頸がんがすごく増えちゃうんじゃないかということが懸念されています。でも皆さんに知っておいてもらいたいんですけど、まあ、現在も中1から高1、高校1年生までなんですね。高校1年生の、3月末までなんで、それを過ぎちゃうと公費では受けられませんので、6ヶ月の間に3回接種する必要がありますので、希望の方は早めに打っていただくのがいいと思います。でその HPV ワクチンの副反応の話なんですけど、こちらがですね、ちょっと字が見えますでしょうか。実はですね、もうすでにですね、HPV ワクチンの副反応はワクチンとは関係がないということがね、科学的に証明されています。これは名古屋スタディというんですけど、最初名古屋市の方はそんなに危ない危険なワクチンだったら、まあ、ちゃんと調査をしてどれぐらい副作用が出てるか調べようということで、名古屋市の方で調査をしたんですね。そしたら逆に全く関係がないという結果が出たんですね。ただこれはもう全然報道されない、ままに、そうだから、ちなみに副反応ってちょっと、ね、途中で一時ニュースで話題になった痙攣とかね、打った子が、全身の痛みだったり、痙攣を起こしちゃったとか、学習障害とか ね非常にその後後遺症が残ったっていうような、報道がなされて、でだいぶそれで騒ぎになって、結局厚労省が動かざるを得なくなって、推奨取り消しになっちゃったんですね。でも それもでもこういった調査によって、関係がないということがね、はっきり分かっています。でまたですね、こちらのジョン・マドックス賞というのは皆さん聞いたことあるでしょうか。村中先生というかジャーナリストでかつ医師の方なんですけどもごめんなさい、村中先生という方が、この子宮頸がんのワクチンと副反応ね、関係がないということを追求しまして、ジョン・マドックス賞というのはそういった嫌がらせとかね、そういったのに、屈しないで真実を追い求めた方に対して贈られる賞なんですけども、そういった賞を受賞されて、世界的に、ね、認められて受賞されていますけども、こういった活動もあまり報道されていない。だから世の中の皆さんはね、あんまりその HPV ワクチン今打たないことで将来どうなってしまうのか、今ね風疹がすごく今話題になってますよね。それもやっぱり一時期その風疹ワクチン打たない世代があったために、今これだけ風疹が世の中で流行ってしまって大問題になっています。だからそれと同じことがね、またこれから子宮頸がんがすごく日本で増えてしまうということが起きてしまうんじゃないかということを、産婦人科医や小児科医、あと内科の先生とかも心配しているのが現状です。基本的に将来的に撲滅できる病気ではあるんですよね、子宮頸がん。そうですね、ワクチンでとかね、そうですね、ワクチン、ワクチンで、100% の予防はできませんけども、ワクチンと子宮頸がんを組み合わせることで、それによってね、命を落とすとかね、子宮を取らなきゃいけないということは、かなり減るんじゃないかなということが、予想されます。今日はちょっと子宮頸がん検診の話だったけどね、子宮頸がんはかなりこの、HPV の、感染とあとワクチンのことと大きく絡みがあるものですからね、ちょっとこういうお話をさせていただきました。はい、はい、何でしょう、はい、何歳まで、高校、子宮頸がんの検診、何歳でも受けてください。歩いて病院に来れるじゃん、やっぱりそのね70代とか80代になっても子宮頸がん見つかる方いるんですよ。この間も80代のおばあちゃんが子宮頸がん見つかって手術します。でも初期だったので簡単な手術で済んだんですけども、なので早く見つかれば手術もね、お腹を切らずに子宮の入り口を削るだけの手術で済みますので、なのでぜひお受けになってください。自治体によって違いますけども、だいたい2年に1回は補助が出ます。はい、一応ね、がん2年で1回ぐらいで大丈夫、過去に異常がなければ、過去になんか異形成とか異常があった方はやっぱり毎年受けていただいた方がいいかなと思います。
一応ね、がん検診はその受けられる年齢の下限、一番ね、低あの下限の年齢ですね、これ以上の、この何歳以上の方は受けられますよ、あの市の補助は受けられますよ、まあ、自治体の補助ですね、ありますけど、上限はありません。何歳まででも受けられますから、まあ、本当に健康でまだまだ頑張れるという方はですね、ぜひこういったあのがん検診し、自治体でやってますからね、ぜひ受けていただいてですね、そうですね、まあ、早期発見、早期治療と。そうですね。そうですね。受けていただきたいですね。子宮頸がんに限っては、その20歳からなんですけど、その性交渉の経験がない方は、まあちょっとね、無理に受けるかどうか、まあ、それよくちょっと医師と相談してもらいたいんですけども、まあ、内診になるのでね、ちょっと痛かったりするので、ただ、あの20歳の前に性交渉がある方は、やっぱり検診、市の補助は出ませんけども、やっぱりがん検診は受けてもらいたいです。それは保険でカバーできますので、ぜひ受けてください。がん検診自体はね、とそのワクチンということで今、子宮頸がんの、ね、話に出ましたが、実は胃がんもね、ある菌の感染が原因で起こってくるということもあるんで、まあ、その、まあ、検診とですね、ワクチンの事業、あるいはそういった菌の退治っていうのは結構一体になってて、ね、だから結構、そういうことで今、積極的にですね、まあ、この HPV なんかのこういうワクチンそうですけども、こういう、まあ、いかに、原因となるものも、しっかりと対応していくかということも自治体が積極的に今やってますからね、うん、とにかくまず検診を受けていただいて、うん、まあ、必要だったらこういったこともしっかりと、ただワクチンの話はこれするとちょっと、いろいろと実はまあ、ワクチンはね、害であるとか、どうであるとか、うん、まあ、そういった、ね、うん、ことで、反対の意見の方もね、うん、大勢いらっしゃいますから、うん、なかなか積極的に僕らも話するのがちょっと難しいところでありますけどね、うん、決して、これは無駄なことではないのでね、受けていただきたいと思いますね。あと今日はもう一つ、そういうわけで先ほど僕もちょっと話になりました、この胃がん検診、大腸がん検診、この辺のお話ですね、うん、まあ、これは本院先生からちょっとお話してもらったんですが、まあ、胃がん検診はね、今よくピロリ菌という菌が、うん、原因となるということで、まあ、ピロリ菌って名前は聞いたことあると思いますけどね、うん、が原因で起こってきているところ、なんとなくこの子宮頸がんと似たような菌が原因、うん、まあ、菌というかね、微生物が原因しているという、ね、うん、ことが最近言われています。まあ、この辺のまたがんのことについてもね、まあ、自治体がどんなふうに我々が自治体協力してやってるのかっていうのをちょっとじゃあお話、うん、本日の方は、はい、よろしくお願いします。まあ、がん検診についてなんですけども、例えばどういう時に受ければいいのか、どういう人は受けなくていいのかとかっていう、かなり迷ってる方とかおられると思うんですけども、結論から言ってしまうと、あんまりそこは悩む必要はないと思います、うん、各自治体で何歳以上何年ごとというふうにして全てのがん検診で決まってますので、うん、それに該当する人は受けたらいいんじゃないかというふうにして思います、うん、そこも悩む必要は全然ないです。例えば症状がないから受ける必要ないでしょう、うん、そんなことはないんです、うん、例えばですけども、胃がんなんかでお腹痛い、すごい調子が悪いっていうふうになったら、もうそれは進行がんですから、うん、おそらく進行がんですから、がん検診っていうのはそうなる前に見つけることがそもそもの目的ですから、うん、症状あるなしに関わらず、決められた年齢になって、決められた年度になったら受けていただいていいと思います。例えばこんな患者さんがいました。はい、こんな感じですね。徳川さんという方なんですけども、徳川さんという方なんですけど、別に症状ないんですけれども、一応検診を受けに来て、で胃がん検診を受けていただきました。胃カメラしましたね。そしたらなんと、この結果ですね。やっぱり胃がんが見つかったんです。要治療、要精密検査のところに丸がついてますけど、やっぱりこの方は進行がんでしたね。なので、こういう方はやっぱり治療しなきゃいけない。がんの、症状がなくてもそういうことってね、やっぱりありますので、ぜひ受けていただきたいというふうにして思います。で、もう一例、こんな方もいました。磯野さん。っていう方なんですけれども、まあ、全然症状なく、この人前立腺がん検診を受けにいらっしゃいましたね。そしたら、まあ、前立腺の値が高いので、うん、まあ、精密検査した方がいいでしょうと、うん、いうことになって精密検査の方を受けていただきました、うん、そしたらなんと何の症状がないにもかかわらず、やっぱり前立腺がんが見つかって、この方はまあ手術になりましたけれどもね、しっかり治りましたけれども、うん、まあ、そんな感じの方っていうのは確かにいます。OK です。うん、なので、やっぱりこう迷ってたら、やっぱりその年齢に達してたら受けてもらうというのが、病気を、
重症化する前に見つける秘訣だと思いますので、ぜひ受けていただければいいのかなというふうにして思います。何も見つからなければそれでいいんですよ。もう、あ、俺は OK なんだっていうふうにして思えばいいわけですから、そしたら安心してください。なので、ぜひ決められた年齢、決められた年度になったら受けていただきたいと思います。これ実際先生、胃がん大腸がんというのはどういうふうな検査で受けられるんでしょう？はい、今、胃がん検診については、ね、胃のバリウム検査、もしくは、胃カメラ検査、どちらかの検査を毎年受けるっていう自治体が多いですけども、うん、今後やっぱりピロリ菌の検査と、うん、総合した検査とかっていうふうに変わっていくかもしれないですね、うん、その辺は今後 の行政の動き次第だと思いますけれども、まあ、その決められた検査を受けていればとりあえずはいいと思います。大腸がん、大腸がんは今の検査は便潜血検査といって、便に血が混じっているかどうか、便を提出してもらって調べる検査ですけれども、まあ、それもやっぱ症状なくても鮮血出る人はいますからね。なので必ず受けていただいて、陽性だった場合はその次の精密検査を受けていただくというふうな方向がいいと思いますね。これよく経験するんだけど、大腸がん検診、便の検査やって1回だけ血が混じって、1回だけだからいいでしょうって、はい、たまに言う人いるんですね。これ皆さん1回でもですね、血が出たらですね、うん、それは1回だからいいでしょうってことは絶対なくてですね、うん、そうなんですね。あと、中にはですね、もう1回検査してくれと。で、うん、まあ、だからこれ2回便を取るんだけど、2回とも便に血が混じってなかったらもういいやっていう考える方もいるんですが、うん、1回でも血が出たらもうこれはね、うん、大腸の中を見てほしいですね。3年前にこんなに大きな大腸がんがあるにもかかわらず、うん、検査を受けたくないから便潜血陽性なんだけど嫌だって言って、やっぱそういう人でも4回便潜血検査を繰り返したら陰性は出ました、うん、こんな大きい大腸がんってですね、うん、でその人は結局見つからないうちに進んでいくわけですから、うん、やっぱりそこは嫌がらずに一回受けていただいた方が安全だと思いますね。とにかくね、検診でやっぱ異常が出たら必ずさらに精密検査をするということも大事になりますね、うん。まあ、あと乳がんに関しては、まあ、マンモグラフィー、それからエコー、マンモグラフィー、ね、はい、一応40、実際大体どこの実際も40歳以上の方にはマンモグラフィーを勧めています。で、まあ、若い方だとこうマンモグラフィーってこう、ね、乳房を押しつぶして取るので、若い方だとまだ乳腺組織がたくさんあるので真っ白になっちゃうんですよね。それで結局病変があってもわからない。なので、うん、20代30代の方が乳がん検診受けたいよという場合は、まあ、大体自己負担にはなっちゃうんですけど、超音波ですね、乳腺の超音波を受けてもらうのはいいかなと思います。ただマンモグラフィーと乳腺の超音波だと得意な分野がちょっと違うんですよね。だから余裕がある方は、まあ、やっぱり両方受けていただくのがいいかもしれない。で、もし自治体の方でマンモグラフィー2年に1回しか受けられないということであれば、ね、マンモグラフィーの年、エコーの乳腺エコーの年、マンモグラフィーの年っていうふうに交互にやっていただくといいかなと思います。安全ですね。はい。あとね、肺がん検診、これは普通にレントゲン検査ですね、を受けていただくということで、まあ、それぞれ検査方法がありますけども、まあ、これも先ほど言ったようにね、自治体によって受け方、まあ、受けられる年齢、ね、間隔が違いますから、まあ、まずは皆さん問い合わせ、あるいはですね、大体こうパンフレットみたいな、ね、ポスターみたいなのが回ってますから、そういうのを見てぜひ確認していただいて、いわゆる特定検診、受けられる方特定検診とがん検診は必ず毎年受けて、毎年というかね、受けられるときは必ず受けてっていただきたいと思います。そうですね。子宮頸がん検診は20代30代やっぱり多いので、若い方は特に年に1回は受けていただきたいなと思います。ちなみにこれ皆さんに言ってみます、はい、これね、がん検診、そうそう、検査はがんマーカーですか、採血ですかっていう方よくいますけど、がんマーカーはがん検診の検査ではありません。がんマーカーでは、うん、まあ、前立腺だけはね、ガンマーカーですけど、他は必ず胃カメラとか、ね、内視鏡検査とかね、必ずそういうので受けていただくということになってます。ペット検診とかどうなんですか？ペット検診は高いですよね。いや、値段のこと考えなかった。1回数万円か10万円ぐらいかかるから、まあそれだけの効果があるかどうかっていうとちょっと微妙だし、まあ、病気じゃないのに見つかって高い値段かけて、さらに精密検査やって問題になるってなってから、検診っていうのはそのまず費用対効果がちゃんとしてるっていうのと、確実ながんを減らす効果があるっていうことが分かってるものじゃないと、今のところだからこの5つですよね。この5つが厚生労働省が出してる。なかなかペットで全身調べるっていう検診は
ドックでは人間ドックではね、うん、やるけど、ありますよね、今のところこういう検診ではまだまだ先の話かなと思います。ペット入ってる人間ドックは高いですね。高いですね、数十万円しますね、というわけで今日はこんな感じでよろしいでしょう、うん、時間はもうちょうどちょうどですか ね、はい、ということで、教えてた検診の第2回目ということで、まあ、次回もまた同じような形で、もう少し詳しくやるかどうか考えています。また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。